あ、すいません、ちょっと待ってください。気が早すぎた。あ、もう回ってます、もう回ってます。ということで、北海道3人目のボーラー、どうぞ。はい、北海道ナンバーワンバイブスボーラーの京山崎です。お願いします。お願いします、勝ちます。山崎さん、あ、京山崎です。京山、まさきさん、まさきさん、はい、すごいですね、なんか北海道生き生きしてますね。アップも見てたんですけど、服装とバッシュがやばいですね。キレキレで、でも自信満々と。いや、もう自信しかないです。さすがです。さすがです。じゃあ、11点で、はい、はい、もうガッツリ来てください。はい、よろしくお願いします。お願いします。すごい、暑い、暑いな。お笑い芸人？トッキー。トッキーじゃない。違う、それトッキーじゃない。なんか可愛いな。なんか可愛いな。かっこいい、今のはかっこいい、かっこいい。おもろいな。おお。あれ、
仕組み。はい、皆さん。いえ。疲れた。はい、皆さん。勝ってエンディング撮ってるっすね。あるよ。目標にしてたんで、生ら悔しいです。生ら？ああ、めっちゃ悔しいです。めっちゃ。めっちゃ悔しいです。嬉しいです。またリベンジ。面白かったです。ぜひお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません。ありがとうございます。いや、悔しい。めっちゃ悔しい。ということで、今回のゲストは京谷まさきさんでした。はい、で、まさきさんね、実は結構若く見える。めっちゃ俺は高校生ぐらいに見えた。それは失礼すぎだろ。実は25歳らしいですね。年上だったっすね、はい、もちもち、はい、ガンガンいじってたからね、はい。まあ、動画ではリベンジまたさせてくださいって言われて、あ、ぜひやりましょうって言ったんですけど、後日ね、こう改めて挨拶来て、今度東京行きますって言われて、その時俺とトッキーと元気3人で行ったんですけど、3人同時に大丈夫ですって。そんぐらいこう、なんだろう、かかりやすいし素敵なボーラーだなと思いました。いや、思うんですけど、やっぱ、はい、この北海道編、はい、今後上がっていく動画の中でも、はい、やっぱ一番と言ってもいいぐらいやっぱインパクトの残る確かにワンワンだったと思うし、そうだよね、人の記憶に残るボーラーですよね。何気9点取ってますからね。いろんな意味で記憶に残ってますけど、すごい、まあ、それも大事ですからね。そうですね。で、僕らの動画を見ててくれて、で、2年前ぐらいに俺の動画多分見始めて、で、まあ、元気のことも知って、で、今回自分らが来るって聞いて2年間ずっと準備してたものをぶつけるためにね、俺らとやる前日から有給取ったらしいっすね。前日は1日ずっと俺らの動画研究してたらしいっす。有給取って。マジでおもろいやな。元気の時は何対何だって、もう動画出たよね。うん、出た、はいはい、9対6かも、意外と。あ、やっぱ取るんだね。やってかれちゃうんだね。その7人の中で一番誰が嫌だったって言われた時に、はい、いや、1番目のバイオスボーラーがちょっと嫌いだった。マジでさ、すごいね。俺とかはなんかこう、3人目に来たけど、元気とか一発目に出てきて、あのキャラでしょ。悪すぎだろ。きついな。北海道って全員こんな感じだから。
え、だから個人的に北海道はマジでシャイな人が多いイメージ。え、思わない？東北ってシャイな人が多いって言われるんですよ。そうなんだ。そう、だその流れでね、北海道もそうかなと思ったら、めっちゃクセ強いボーラーがめちゃくちゃ多いから超楽しいです。はい、まあ、そんな感じですかね。特にもううるさいからそこしかない。いやでも本当にね、なんだろう、クロスオーバーもしっかりしてて、いやプレイは下手じゃないし、うん、めちゃくちゃキレあるし、うまいから、いつもにバイブスを足してね。多分ね、SB ローズにあんまりああいう系出てこなくて、うん、みんな仲良くやっちゃうんですけど、あの静岡のアンチボーラー以外だね。ああ、そうですね。あいつもアンチじゃないんだけど、なんかあいつあんだけギラギラ、ギラギラしてて、そう。で、こう、負けた時はね、こう潔く、ね、潔くっていうか、ちゃんと認めて、悔しかったです、みたいな感じだから。ちなみに、あの、まさきさんは、ゆうけさんに負けた後、外で夕日に浸りながら泣いてたそうです。あの写真欲しかったけど、ね、写真欲しかったね。はい、まあ、いつかね、はい、機会があったら貼り、どっかに貼りたいなと思います。そんな感じで、引き続きね、北海道編あと7人ぐらいかな。実際ね、元気が撮影とか手伝ってくれてその場にいたんですけど、超過酷で、やっぱ俺がいつ負けるかっていうのがね、面白いとこであるんで、ぜひ見ててください。毎日チェックしてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あ、同時進行でね、僕も北海道ボーラーで。あ、大丈夫です、大丈夫です。あ、はい、OK です、はい、終わります。ありがとうございました。